はい、皆さんこんにちは、よしおです。ということでですね、今日はアニバーサリー来ております。アニバ行きまーす。ということでですね、アニバーサリープレイヤー第1弾来ているということで、まあどんどんね引いていきたいと思います。まあ狙いの選手、まあ後ほど紹介しますけども、まあまずラインナップの方見ていきましょう。いやーマジでこの時を待っていた私でね、もう前回の動画ちょっと低評価低か多かったのがちょっと気になるんですけど、あれは何なんですかね、ちょっと羨ましがられてる。はい、ということで、まあ、山川選手、まあドスコイのやつですね、この写真。いやーいいね。まあもう選手のね紹介の方はね、どんどん他の人に任せてですね、まあどんどんガチャの方ね引いていきたいですね。そう、前回の動画まあ低評価多かったんですけども、ちょっと嫉妬じゃないかなっていう風に僕は思っててですね、まあもうどんどんその、まあ、今回もね神引きの方をして、まあ僕のね引きの強さっていうところがまた見れればいいんじゃないかというふうに思っております。でですね、まあ、演出の方がまたなんか追加されたみたいなんで、それがね見ることができればいいかなと思います。はい、ということで、まあ、チームの方はね、自チームの方2番目に欲しい柳田選手ね、自由枠で欲しい柳田選手をまあ10連目 A にしていると。はい、行きましょう。レレレレ、はい、星空演出は何もなしということで、厳しいところになっております。うわー、レッツゴーは来たよ。はい、強打者を打ち取れ。はい、長押し、まあ、ここで虹が来てくれれば、あ、なかなか厳しいところですね。なんかちょっとこの炎の色もね変わったっぽいんで、じゃん、なんか、おお、なんか変わった。打たないのか、打たへんのかい。パキーにっこり、オッケー、オッケー。まあ、2枚引きの可能性は、なきにしもあらず、ということで、引っていきたいんですけども、まあ、とりあえず3連目までは何もなしと。まあね、とりあえず A が来てくれて、ああ、落とす選手は、まあ、それほどいないですね。まあね、その、持ってる A の選手、アニバは A ランクの選手まで出てくるということで、A の選手欲しいんですけど、なかなか厳しいところ。はい、次行きましょう。最後、あー、見えない、トシロか。まあ、嬉しいような、ちょっと残念なような、そんなところの感情に今なっておりますね。なんか新演出はなかったですけど、なんかちょっと炎の演出が変わったのと、あれか、バット振る演出が増えたっていうところですかね。宮崎選手の原突と A はいないので、ちょっとまあ育てられるかな。そう、寮にもいないということで、まあ20連目いきましょうか。まあ、ここら辺で本当山本、村上、柳田、この3人本当にお願いします。長子くん、まあ、ここは普通の長子くんと、いや渋いな、渋いところ。もうなんか炎の演出、炎綺麗になりましたねこれ。ああ、虹はなしと、足元も何も変わらずというところで、なんかこれかっこいいな、普通に。なんかバットに当たる演出とかね、あったらいいんじゃないかなというところで、調子くんマークはなしというところ。A が欲しい、A が欲しい、とりあえず A でいい、A でいいからける。A でいいよ。A も、A きた、あー、あるもんて。まあまあ、これはそうか、確定か。そうですね。そうか、今のが10連目なのか。はい、次20連目ですね。どんどん引いちゃう。どんどん。レッツゴーもなしし、銀文字。かなり渋いな、今回。この演出は何もなしと。いや、大丈夫か、今回。一応60連目まではね、全部引くつもりなんですけど。飛んで笑顔はなしというところで、A か、赤山選手。赤山選手はね、死ぬほど A は出てこないけど、S が出てこないね、何せ。A は、京田か。京田選手、大学の時ね、クラスメートというか、同じ授業を受けてました、京田選手。
はい、というところですね。さあ30連目ということで、1人確定です。アニバーサリープレイヤー1人確定。まあ本当に柳田選手、山本選手、村上選手で外れで、浅村選手とか有原選手ぐらい来てくれれば、まあ合格かなってぐらいですね。いや頼むぜ本当に、確定演出来い。おお、流れ星と流れ星、熱いよこれ。流れ星ジョーシ君、ジョー、絶好調、ジョー、ジョー来た。おお、これ2倍引きあるんじゃない。ここで虹まで炎が上がらないか、これ上がって足も上がるか、プシッ、キュルルルバットにはまあ当たらないのか。さあニコッとする、チキン、はいはいはい、シュピン、 A 来い、 A 来い、 A でいいよ、ドン、はいはいはい、中田翔選手手術、シュピン、お、来た来た来た、敏郎、敏郎だ、2枚目、敏郎2枚目か、シュピン、愛されてるけど、シュピン、はいはいはい、ということで、さあ最初のアニバーサリープレイヤーは誰なんでしょうか。あいか、ああ山川選手か、ああ、ホティか、さすがに2枚引きしましたねこれで。いやー2枚引きはできたけど、宮崎選手2枚の山川選手か。まあちょっとこのままね60連目までいきたいと思います。さあガチャ入れいきましょうか。はい、いきます。だーねー、最初の方はレッツゴー調子くんが来た。うん、ちょっと A の確定はねよく来るんですけど、いやこの辺でね本当に1枚欲しい、なんでもいい、なんでもいい。いやジョン渋いな。まあ、S 確定したところで確率は 50% なんで、まあ、渋いと思いきやかなり確率としてはね 30% とかよくあるんで、あえて、うわぁ、キュッシュ。まあ、50% なんで本当にほぼ引け、S が来れば、まあ、かなり熱い展開にはなってる。あー、クリアレン。クリアレン選手、クリアレン。はい。やべえ、大丈夫かな。はい、ということで、50連目、いきます。来いよ、ちょっと長い長いよ、通信通信長い、いいよ、しぶっ、よしこー、レッツゴー、レッツゴー、来るんだけどな、うん、あ、ということでですね、まあ5回目までで50連目までで、まあ S3 体アンバーサリープレイヤー来てるんですけど、さあ3体来てるんですけど、まあここでですね、ねね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 ね、小林幸子みたいなやついたんだけど、幸子くんだった今、調子くんじゃない、幸子くんいた、え、ガチ、お、ほら、よっしゃ、よっしゃ、山本由伸来た来た、これで、え、やば、え、2枚引き確定なんかな今の演出、小林幸子、小林幸子、あ、宮崎選手の、いいですね。で最後は、はい、いらっしゃいませ、選手。いやー、いいっすね、山本選手も手に入って、まあ、村上選手もね、確定でしたけど、まあ、手に入りました。いや、何なの、小林幸子。はい、ということでですね、まあ、60連でですね、まあ、山本由伸選手と、まあ、山川選手、宮崎選手、村上選手か、ゲットしたんですけど、まあ、なんとなくですね、ちょっと、まだ柳田選手を救う必要があるかなっていう風に思ったんで、エナジーの許す限り引いていきたいと思います。ということで60連目、70連目かということで、クソのね、クソなね、70連目ということで、もう最後最後です、これが。でねねねねね、ちゃちゃ、流れ星、流れ星、お、一人確定か、よしこー、レッツゴ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 ー。さあ2枚引きまで欲しい、本当に2枚引き
来た、虹来たよ、虹来た。でさっきみたいなこの幸子来たら、これ本当に、お、またバイブ来た、バイブ来た、何これすげえ、これ幸子あるっしょ、幸子、幸子、おお来た、ほら、え、妹選手にはなんか行っちゃった、触っちゃったけど、いや、これ2枚引きあるぞ、さあ、ボコで来る、これ多分2枚引きある、本当に2枚引きあるよ、2枚引きある。さあ、ということでラスト確定、あー来た、うわ、シュピーン、やべー、引いた、完璧しちゃいましたよ、これ本当にやば。ということでですね、皆さん楽しめていただけたでしょうか。でですね、私考えたんですけど、まあちょっと皆さんに、まあ、申し訳ないなという気持ち、まああんまりにもいい引きしすぎて、また低評価点つけられても困っちゃうんで、ちょっとミキサーかけます。はい、宮崎選手、山川選手、まあ2枚と1枚あるんで、まあこの辺でね、まあ変な引き逆にねしちゃって、森下選手とかね、まあ、別に悪くないですけど、マルティネス選手とか、まあ、その辺はもう当てちゃいたいと思います。もういいっす、ほんと何でもいい。ただよく言うならば有原選手か、うん、まあ浅田選手まあその辺来てくればね、まあ、いい、全然いいですけどね、来なくてもそんなもうね、全然来なくていい。おっ、誰やねんこいつ入れたやつ